はい、どうも皆さんこんにちは。脳科学教育コンサルタントのクロスです。今日お話しさせていただく内容は、皆さんは常にベストな決断をしてきたということについてです。皆さんは割と過去に何かしら後悔があったり、あの時ああしてればもしかしたら良かったんじゃないかなとか、あの時あんなことしなきゃよかったな、なんていうふうに後悔を、まあ、要はしてると、えー、いうことがもしかしたらあるのかな、なんていうふうに思うんですよね。 で実はそれ後悔じゃなくてベストなチョイスをしたんだよ実はっていうことを知ってほしいなと思って今日この動画を開けさせていただきましたでこれからもあなたはベストな選択をし続けるであろうということもお話しできればと思いますその根拠は何なのということなんですよねまずその例えばじゃあ後悔していることは例えばあん時恋人と別れていなければな いやーあ、もいつと結婚できたのかなーとか、今幸せそうだなーくクソあんな可愛い子生まれるなんて、いいなあ、羨ましいなーとか、もしくは、ああ、の時あの仕事続けていればなーとか、あるいは借金の肩代わりしなきゃよかったであったり、医者の忠告を聞いていれば観光編にならなかったのにであったり、あ子育てでもっと本の読み,か読み聞かせをしてあげればよかったなーっていうようなことであったり、あるいはあの時ビバークしていればなーなんて、 いうふうに、そんないろんな後悔があるわけですよ。ビバークって何ということなんですが、ビバークっていうのは、例えば登山をしているとき、山を登ったり登山をしているときに、えー、急に雪が降って、緊急的に野宿をすることをビバークと言います。で、えっ、ー、と、まあ、要はビバークっていうのは野宿ですね。緊急事態の野宿ということです。で、じゃあ仮に、あのー、その先ほど出てきたビバークで、ちょっと話を、まあ、続けますが、 あなたは登山グループのリーダーだったとします。で、えー、予想ではきっとしばらく雪は降らないだろうと思っていたにもかかわらず大雪が降ってしまったと。で、あなたはリーダーなのでビバークをするのか、それともなんとか下山をするのかという選択に迫られるわけです。で、悩みに悩んだあげくあなたはビバークを選びました。そして、雪が結構続いて2日3日と、 の宿することになってしまい、結果的に仲間が二人命を落としたとします。そしてあなたは、それをずっとこう、持つわけですよ。後悔の念にずっと苛まれるわけですよ。あの時、やっぱり俺はビバークじゃなくて、ちょっと無理してでも下山していれば、ヘリに何かしらこう合図を送れたんじゃないかなんていうふうにいろいろ考えるわけですよ。下山していればみんな助かったんじゃないか俺はあの時本当にビバークをしてよかったんだろうかと。 で、まあ、要は後悔しているわけですが、んと思うことがいっぱいあるわけですよ。例えば、下山していれば、まあ、助かった可能性もあれば、逆に下山して被害がより拡大した可能性の両方があるわけですよ。それどころか、いろんな可能性があったわけですよ、えー。下山をして3人亡くなっていたかもしれませんし、下山をしたら4人亡くなっていたかもしれませんし、下山していればあなたが死んでいたかもしれませんし、わからないわけですよね。で、 ま、じゃあ仮にとりあえずパラレルワールドが存在するとします。で、パラレルワールドが存在してもう一人のあなたがいたとします。そのもう一人のあなたというのは、えー、全く同じ。で、そのリーダーなわけですよ。そのグループの、登山グループのリーダーなわけですよ。で、その、えー、登山グループのリーダーは下山を選んで、結果的にみんな助かったとしますよね。で、ここから何がわかるのかというと、実はあなたは自分の ビバークという選択と、パラレルワールドで常に優秀で自分よりも出来のいい結果を残す、もう一人の自分と比較して常に負け続けているんですよ。後悔というのはそういうことなんです、簡単に言うと。で、常に優秀なパラレルワールドの自分と比較して、それで勝てるわけがないんですよ。100年経ったって勝てませんよ。100回勝負したって100回とも負けるに決まってるんですよ。 そんな負けるに決まっている相手と比較しても仕方がないんですよね。それはと、そう、それそうですよね。無駄なんですよ、要は。えー、つまり必ず負けるもう一人の相手と自分を比較するメリットっていうのはこれっぽっちもないんですよ、実は。で、そもそもパラレルワールドは存在しないわけですよね。パラレルワールドなんてものは存在しません。えっ、ー、と、見たことがあるっていう人がいるんですが、実際あなたは見たんですが、物理的に今すぐに行けるんですか、今そっちに。行けませんよね。 えっと、見たって言っても、それを見たと証明する方法なんか存在しないんですよ。で、当然、もう一人の自分なんてものは存在しないわけですよ。存在しない限り、あなたがその車両の先頭列車、常に先頭列車に走っている、常に最先端の状態にいるわけですよ、あなたが。で、自分よりも優秀なパラレルワールドのもう一人の自分がいない以上、あなたがその ベストな選択を常に選んできているということになります。あなたの選択は常にベストなんだということです。で、あなたはその限られたオプションの中から きっとこれがベストなんだと信じて今まで行動してきたわけですよ。もしくはあなたはそう思っていなくてもあなたの自動思考はこれがベストだからこっちにしようと選んできたわけですよ。なのであなたは常にベストな選択をしてきています。で、これからもそうなんですよ。これからもあなたは常にベストな選択をし続けます。あなたが迷ってじゃあこれだという風うにあなたはベストだと信じて選んでいるわけですからそれはベストな選択に決まってますよ。 で、じゃあ仮に、もう本当に間違っていたとしますよね。結果的に見たら、あの時のベストはやっぱりまずく、まずかったんだと。あの時の選択はまずかったんだというふうに。例えば、フラッシュカード教育や、えー、早期教育で、えー、自分の息子がどうも発達障害っぽくなってしまった気がするとか。もしくは、仕事が忙しくてあまり子供、 っっってやれなかったなかたたというふうふに思った場合過去を振り返ると確かにそうだったなとそれでもその時はそれがベストだとあなたは信じてきていたわけですよあなたはその子の将来を思ってフラッシュカードでいろいろ教育してこの子がきっとこれで将来苦労がなければいいなと思ってやってきたわけですよであなたは仕事が忙しかったで子供にうまく変わってやれなかったのも今その時仕事を優先しなきゃ えー、きっと家庭にも何かしらの影響が出るにかもしれない、えー、収入が減ってしまうかもしれないだからとにかく今はここを乗り切ればなんとかなるというふうに判断して仕事の方をとにかく頑張ったわけですよということはその時はそれがベストだと信じて行動したわけですよねとなればやっぱりあなたは常にベストな選択をし続けたわけですよねあなたの選択はあなたが評価すればいいんですよ あなたの評価である以上、あなたが好きに評価したらいいんですよ。していいんですよ。他人があなたの選択を評価しようがどうか関係ありません。これはエフィカシーと一緒ですよ。他人がお前は失敗したんだ、お前は間違いを選び続けてきたんだと言っても、そんなのは関係ありませんよ。関係ないんですよ。自分が失敗だと思ったらそれはもう失敗です。自分が私は常にベストな選択をしてきたんだと思えば、じゃあベストな選択なんですよ。で、それの、それでいいんですよ。 えー、とにかく、えー、今日は、えー、ここのこの辺で終わりにさせていただきます。いいねとチャンネル登録をしていただければ幸いです。どうもありがとうございました。